ナッソー協定は、1962年12月22日、アメリカ合衆国大統領ジョン・ F ・ケネディと、イギリス首相、ハロルド・マクミランとの間で取り交わされた二国間協定。1960年代における、イギリスの核抑止力の基礎として計画されていた、スカイボルトミサイルの開発中止に備えて、バハマで3日間にわたってケネディとマクミランの間で開かれた会談の結果である。この協定のもと、アメリカはイギリスに対して核弾頭搭載可能なポラリスミサイルを供給し、それと引き換えにイギリスはグラスゴー近郊のホーリーロッホにアメリカ海軍の原子力潜水艦のための基地をリースした。この協定により、イギリスのポラリスミサイルは北大西洋条約機構における多角的核戦力の一部ではあるが、最高度の国益が関わる際にのみ独立して使用されることが明らかにされた。ブルースチール空中発射巡航ミサイルブルーストリーク中距離弾道ミサイル1950年代を通じて有人爆撃機は核兵器を運搬する主要な手段であり続けた。イギリスの核開発計画においても同様にサンボルト爆撃機戦力によって核兵器を運搬するものとされ続けた。しかしながら、1950年代後半に有効な地対空ミサイルが登場したことにより、有人爆撃機と自由落下式核爆弾による戦略核戦力は、その有用性を大きく損なうことになった。イギリスは当初、この問題をブルースチール巡航ミサイル及びブルーストリーク、中距離弾道ミサイルによって解決しようとした。しかしどちらの兵器にも問題があり、ブルースチールは、真に、効果的であるためには、射程が短すぎる上、酸化剤に高濃度過酸化水素を使うことから維持が困難であった。一方のブルーストリークは、ソビエトの爆撃機ないし弾道ミサイルによる攻撃に、さらされるという問題があり、その発射サイロを秘匿するには、ブリテン島は狭すぎた。より良い解決策として登場したのが、アメリカのスカイボルトシステムの導入であった。スカイボルトは、ブルーストリークの射程とブルースチールの可搬性を備えており、バルカン爆撃機に2機を搭載できるほど小型であり、サンボルト爆撃機に及ぶイギリスの抑止能力を大幅に改善することが見込まれた。1960年、マクミランは、アメリカ大統領、ドワイト・アイゼンハワーから、スカイボルトを購入する許可を得た。来るべき、ケネディ政権は、アメリカとイギリスの特別な関係に異なる意見を持っていた。特にロバート・マクナマラはイギリスが独立した、核戦力を持つことに反対していた。アン・アーバーでの1962年6月16日の演説で、マクナマラは次のように述べた、限定された、核能力、作戦上の独立性は、危険で、高価、陳腐化しやすく、抑止力としては信頼性を欠いている。さらに、相対的に弱い国家の核戦力とその、標的としての敵国の都市は、抑止の機能すら実現し得ない。リーン・アツソンはさらに辛辣であり、ウエストポイント士官学校での演説で次のように、述べた。イギリスは帝国を失い、もはや役割を見つけられないでいる。独立したパワーとしての役割を演じようとする企て、すなわちヨーロッパから、隔たり、アメリカとの特別な関係に基づく役割など、もう時代遅れなのだ。ケネディ政権は、スエズ危機のように、ソビエトの反応を、またもや誘発するような状況が再発するのを懸念していた。イギリスの抑止力を信頼できないとみなすのであれば、アメリカの対応を必要とするような攻勢が続くかもしれなかった。アメリカはイギリスの核戦力を自国を望まれざる戦争に引きずり込む潜在的な目標と見ていた。アメリカが考案したのはイギリスに多角的核戦力、すなわち両国が同意するときにのみ使用できる二重の鍵配置を強要することであり、それによってイギリスの戦力を確実な標的としては縮減、もしくは除去することであった。両国の兵器が単一の戦力の一部であれば、その核戦力を攻撃するには、イギリスとアメリカ領方への攻撃を必要とするため、攻撃の生産は一層見込みがたいものになる。アメリカはまた、イギリスに引き続いて、独自の抑止戦力を開発しようとする他国が欲し、同盟国間での核拡散が導かれることを恐れていた。抑止力が大規模な国際的戦力によって提供されるのであれば、個々の戦力の必要性は減じられてしまうであろう。初期の試射が失敗したことで、スカイボルトはテストの早い段階で信頼できないことが判明した。アメリカはもはや、スカイボルトを必要としなかったが、それというのも、改良型のサイロ配置型ミサイルと、ポラリス潜水艦発射弾道ミサイルにより、アメリカの反撃能力は大幅に脆弱性を減じていたからである。SLBM は、空中発射型ミサイルに比べて大きく有利であって、より大きな範囲を移動させることができ、数時間単位ではなく数ヶ月単位の待機時間を得ることができた。もう一つの長射程、中精度兵器である、スカイボルトは、それらの兵器の有用な能力に何ら付け加えるところがなかった。一方でイギリスは、スカイボルトに注力するために、他のあらゆるプロジェクトをキャンセルしていた。このことが意味するのは、アメリカにとっては、スカイボルト開発を継続することにほとんど利点がないが、同時にスカイボルト開発をキャンセルすることは、イギリスを多角的核戦力に引き込む、極めて強力な政治的道具になるということであった。しかしながら、アメリカはイギリスが取るであろう、反応を予測することができなかった。イギリス空軍博物館に展示されている、スカイボルトミサイル1962年11月、遅く、アメリカは、スカイボルト中止の可能性という話題を初めて、明らかにした。12月初めには、同じメッセージを携えて、マクナマラはロンドンを訪れた。これらの議論は、イギリス国防省、ピーター・ソニー・クロフトによって、イギリス会員に報告され、抗議の嵐を引き起こした。ソニー・クロフトは、最初の5回のテストが全て失敗したため、アメリカが懸念を抱いていることを指摘したが、空軍准将、アーサー・ハーベイは、代替選択肢として提案されているポラリスも、開発段階では13回の失敗に見舞われていることを直ちに指摘した。ハーベイはさらにこう述べた。イギリスの核抑止力を維持しようとする者たちの中には、アメリカの動向のいくらかにひどく疑いを抱いている者がいる。曰く、イギリス人がアメリカに小突き回されるのはうんざりだ、と。ジョー・グリモンドは、これは、独立した抑止力という政策の完全な失敗を表しているのではないか？イギリス保守党を含めて世界中の誰もがそうわかっているのではないか？と記した。イギリスで危機が沸騰しつつある頃、マクミランとケネディは緊急会談をナッソーで開いた。12月18日夜、マクミランとケネディは彼ら自身だけで歩きながら個人的な会話を交わした。その日の朝、ロンドンでは保守党下院議員の3分の1近い103人が、イギリスが独立した核戦力を維持することを確約するようマクミランに要求する定義に署名していた。翌日、会談冒頭の報告で、マクミランは原子爆弾の開発へのイギリスの貢献を述べ、アメリカが止めようとしてもイギリスは独立した核戦力を持ち続けると断言した。アメリカが技術共有の合意を引き上げれば、まさに、マクナマラを悩ませる問題であるところのイギリスの核戦力の完全な独立となるであろう。ほどなくして、イギリスがポラリスを購入し、イギリス製の弾頭を装備するが二重の鍵はなしと、するという、新たな案が考え出された。空軍から海軍へ、大幅に管理が移譲されるとはいえ、イギリスは、独立した抑止力を維持する。ポラリスは、イギリスの必要性に対して、より適したシステムであり、大きな、特種であり、世紀の大安売りとも言われた。イギリス空軍は、WE-177 核爆弾を装備した、V 爆撃機、後に、トーネード IDS による、戦術核能力を維持した。イギリスに、多角的核戦力を強要するというアメリカ本来の、製作は、ポラリス売却の決定により失敗したことが明らかになった。通達を受けたケネディは、この一件に関して詳細な報告をするよう、リチャード・ニュースタットに依頼し、教訓を学んだ。ジャクリーン・ケネディ・オナシスは、ケネディが最初のリポートを読み次のようにコメントしたと回想している。私の人生がどんなものか知りたければ、これを読むことだ。後に、リポートは1990年代に機密解除され、レポート 2JFK。ザ・スカイボルト・クライシス・イン・パースペクティブとして出版された。ポラリスミサイル発射の瞬間1962年12月18日に署名されナッソー協定に基づいてポラリスミサイルシステムをイギリスに供給するためアメリカとイギリスの間でポラリス売却協定が締結された。ポラリス売却協定は1963年4月6日に署名に至った。アメリカはイギリスにポラリスミサイル、発射塔、及び火器管制システムを売却し、イギリスは搭載する弾頭と潜水艦を製作する。引き換えにアメリカは、ミサイルの使用に関して、アメリカからいくらかの保証を得たが、しかしながら、イギリスの核兵器使用に対する拒否権は得られなかった。イギリスのポラリス潜水艦は、レゾリューション級原子力潜水艦で、1968年に最初の一隻が就役した。ポラリスシステムは、シェバリーンと呼ばれる、イギリスの設計による、寿命延長プログラムを受け、弾頭数を減じて、防御手段を追加した。トライデント D5 を搭載する、ヴァンガード級原子力潜水艦ポラリス、売却協定は1962年に改定され、イギリス軍のポラリスを置換するためのトライデント兵器システムのイギリス向けモデル購入にも用いられた。内容はポラリスのためのものとほとんど同じであり、イギリスはトライデントシステムをアメリカから購入し、自国建造のヴァンガード級原子力潜水艦に搭載する。ヴァンガード級1番艦のヴァンガードは1993年8月に就役した。イギリス首相、マーガレット・サッチャーは1980年7月10日、アメリカ大統領、ジミー・カーターに書簡を送り、トライデントIミサイルの供給を認可するよう、要請した。しかしながら、1982年にはサッチャーは、レーガン大統領に、アメリカ海軍が導入中のトライデント2システムを、イギリスが導入できるよう求める書簡を送った。この要請は、1982年3月に合意に至った。ポラリス売却協定の下で自国に提供される装備に対してアメリカが研究開発に要したとする費用の 5% の割り当てを支払う。現在進行中の研究開発を除いてトライデント研究開発への寄与として支払われた金額は1億1600万ドルに達する。アメリカ側の供給者はアメリカに設置されたポラリス信託基金を介して支払いを受け取っている。ありがとうございます。